ウィーライナーウィーライナーウィーライナーは、宮城県仙台市と新潟県新潟市を結ぶ高速バス路線の愛称。全座席指定制のため、乗車には事前の予約が必要である。新潟県県外高速バス路線図。緑色の路線が本路線である。JR バス東北と IJTV では、ウィーライナー号で案内されているが、新潟交通では、 仙台線として案内などを行っている。愛称、ウィーライナーは、西にある、新潟市と東にある、仙台市とを結ぶことにちなんで、ウエストとイーストの頭文字から命名された。仙台と新潟を結ぶ公共交通機関として、以前は航空路線が存在した。また、鉄道利用ではかつて直通急行朝日が走っていた。航空路線は、 1981年の新潟空港の年間乗降客数の5位が仙台便であり一定の需要があった。1982年に東北新幹線及び上越新幹線の両線が共に大宮駅以北で開業したが新潟仙台便は継続された。これは当時の両新幹線の最高速度が時速 210km だったため、 仙台駅大宮駅間が最速1時間59分、新潟駅大宮駅間が最速1時間45分であり、空港までの時間や待ち時間を入れると実質的に3時間程度である新潟、仙台便より所要時間が長かったためである。しかし、両新幹線で増発が続き、最高速度も時速2 4 0トルに引き上げられるなどする中、 1987年の新潟仙台便の年間乗降客数は2.7万人と6年前の半分近くにまで減少。結局、バブル崩壊後に廃止に至った。一方の直通急行は所要時間で新幹線に勝てず、山形新幹線の工事進捗もあり、米沢山形仙台間は段階的に廃止され、快速に格下げされた。 その後は新幹線か在来線を乗り継がなければならなかった。このように所要時間や利便性では新幹線優位ではあるが両都市間が約 230km なのに片道2万円近い料金が割高であるため高速バスの参入余地があった。1990年10月4日の山形自動車道 宮城川崎インターチェンジ笹屋 IC 開通により仙台市都心部から山形県山形市の関沢インターチェンジまで自動車専用道路でつながれたことに伴い本路線は運賃を新幹線の4分の1以下の片道4500円に設定し10月23日より昼夜に往復で運行を始めた7月には山形道が山形座王 IC まで延伸 1997年10月に万越自動車道が全通すると福島県経由に変更され途中休憩を含め約4時間に所要時間が短縮された。現在は中高便7往復夜高便1往復の計1日8往復が運行されている。かつて運用されていたバスロケーションシステム新潟バス I の対象路線であった。なお GW お盆など、東北自動車道の渋滞が予想されるときや、通行止めとなった場合は、郡山ジャンクションを経由せず、国道115号土湯バイパスを経由したり、下記の急憩路で、迂回運行することがある。仙台駅東口小国、下関、中条営業所柴田城北町。新潟駅前モズ指定バスセンター夜行便に、運用される三列シート車、JR バス。 東北運行開始当時の車両夜行便を利用した場合、新潟機の便を利用し、新潟駅前で下車した場合は、運転手に申し出れば、新潟駅から万代指定バスセンターまでの路線バス無料券が配布される。逆に、仙台機の夜行便を利用した場合は、運転手に申し出れば、 指定のネットカフェの割引券が配布される。ありがとうございます。